数々の初代ポケモンがアローラの姿、通称リージョンホームにより日の目を浴びている中、デュン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 、ストーリー攻略に関わってきたにもかかわらず、全く注目されてないポケモンが一匹だけいた。デュン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 。そのポケモンの名は、はい、というわけでやっていこうと思います。初戦の相手のハリーさんよろしくお願いします。まあ、とりあえず、ナッシーが最低限仕事できそうなんで、初手において、ナッシートリックルーム持ちなんで、その後ガラガラ展開して暴れて、ガラガラを止めに来る、トリルカでも止めに来れる、ギャラガブを起点にできるパルシェン。はい。対戦よろしくお願いします。というかなんかポケットモンスター XY からそうなんですけど、初代ポケモンやたら優遇されてますよね。その、XY オメガルビーアルファサワイの時は結構初代ポケモンに対してメガ進化が与えられてたんですよ。で、この第7世代ポケットモンスターサンムーンではリージョンホームという新たな姿をさ、もらってさ、なんか初代ポケモンばっか、スポットが当たって、鉄火具屋か。初代ポケモンばっかスポットが当たって、突撃ショック OKOK、これ分かっただけでもいい。なんか第2世代、本当にワニの子、シコリータ、ヒノラ世代、あそこら辺のポケモン全然強化されなくて、なんか僕的には悲しいって、あそこら辺の世代のポケモン僕好きなんで、ぜひとも強化してほしいんですけど、これお見通しで、ね、鉄火具屋の突撃直球見れたのめちゃくちゃでかいですね。その守るないってことでしょう。で、ここはトリックルームから入ります。こいつらでかすぎない?でか、巨体ポケモン同士の対決じゃん。はい。トリル。で、まあ、ナッシーはもう、やることないんで、ここは爆発でもしてもらいましょうかね。正直もう殴っても意味がないんで、早めにこいつには散ってもらおう。ハゼロ。こいつ首元から爆発してるけど、そういう自殺の仕方が好みなのか?デン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 。まあ、ここはガラガラから入るんですが、多分相手受け出しできないんだよな。フレアドライブに対して受け出ししてきたことはそのまま持っていけるから、まあ、ここはフレアドライブでいいはず。まあ、ギャラとかも出てきても絶対確実に2発で持っていけると思うんで、フレアドライブで。はっ!豪華滅却!まず1匹。まあ、こっから出てくるの多分ガブリアスかギャラドスなんで止められるんですけど、ガラガラ残念ながら。え?カプコケコ?あ、これガブもギャラもいないのか?ガラガラでもしかしてガブもギャラもいないのよ。ここでコケコを出さなきゃいけない。マッシブーンとかルカリオってこと?いや、このコケコがタスキだとめんどくさいんですよね。まあ、でもタスキやったらもうどうしようもないからそのまま突っ込むか。え、勝ちじゃんこれ。トリルターンまだ残ってるし、何入れてきても勝ちなんだけど。いや、ガラガラやっぱパワーあるな。でもこれ別にガラガラが強いわけじゃなくて、ちゃんとナッシーのトリックルーム爆発っていうお膳立てがあって、そのお見通しでしかもちゃんと鉄火具屋に守るがないと、突撃直気持ちだから守るがないっていう、そういう判定をしたが上でのこの勝利ですから、決してね、活躍し、ナッシーが全く活躍しないとかそんなことはないんでね。はい。まあ言うなれば影の盾役者ですよ、ナッシーは。ナッシーがいなければガラガラがここまで活躍することもなかったと。はい。焼き払え、目の前にいる青いポケモンを。対戦ありがとうございました。お、寝がせずに猫してきた。これ後ろに、僕の後ろにゴーストタイプ、ゲンガーとガラガラがいたから、でこれ、ね、メガ進化せずに猫されたの結構うまいな。次のステミタックル耐えそうですね。トリルから入りましょう。レイビーはやばい!おい!犯罪者ポケモンの犯罪者型にレイプされてんだけど。翔太さん、対戦よろしくお願いします。まあ、これも、トリルガラガラでいけますね。ナッシーガラガラで、で、ラストだからガラガラを、さっきと同じようにガラガラを止めに来るガブを起点にできるパーシェン。
対戦よろしくお願いします。あの少し前の話に戻るんですけど、あのこんな風にさ初代ポケモンばっかり強化のスポットが当てられる理由って、まあ、やっぱりその初代の時はポケモンやってたけど今はやってないみたいな、そういう客層を取り込むみたいな、そういう目的もあるんですかね。岩 Z、 岩 Z ウツボイドって珍しいな。でここはトリックルームからいいですね。トリルあります。 Z 技打ってきた。え、何 Z ステルスロックって何何 Z ステルスロックって。トリックルーム貼ります。ウッドハンマーでウツロイドって飛ばせんのかな。でこれ早めに爆発した方がいいかな。なんかナッシーで下手にさ居座るよりはもうここ早めに爆発して速攻でガラガラを出してった方が賢い気がしなくもないけど、 Z ステルスロックってなんだ。ウツロイド落ちんのかな、ちょっと調べてきますね。あのウツロイド B47 なんで多分ウドハンで飛ばせますね。なんでウドハン打ちます。ドーン、あすいませんすいません、落ちませんでした。落とせると思ったんだけどな。さよならなし、尻尾につけてるひょっとこのお弁と一緒に消えてくれ。まあしゃあないっすね。でここはガラガラで、トリルターン、こっから3ターンか。まあとりあえずシャドーボーン打ちますか。ウツロイド撃破、ガブがいなかったら割とガラガラでいけそうなんだけど、フェローチはフレアドライブが抜群で入るんですけど、なんだっけ、なんて言えばいいんだ、あの耐久がなさすぎるんで助けじゃなかったら確実にシャドーボーンで一発で持ってくるんで、ここはシャドーボーン打ちます。よし、ゲンガー守るやめてくれ、守れなかったら勝ち。まあ、ちなみにこれ言っとくけど、ガラガラ、これさっきも言いましたけど、同じこと。決してガラガラが強いわけじゃなくて、ちゃんとね、ナッシーのお膳立てがあってからこその、これなせる技なんで、はい。そこのとこちょっと誤解しないでほしいというか、オッケー！いやー、強いっすね。ガラガラが。対戦ありがとうございました。これは僕、何してくれるか分かりますね、相手の方が。これ多分、超前バトンですね。あの、一回やられたことあるんですけど、アブリボンってポケモン、超の舞とバトンタッチ両立できるんで、まあ多分超前バトンだと思うけどな。なんかポリゼットとかいるし、まあちなみに僕はポケットモンスターサンムーンの中で一番嫌いなポケモンは、アブリボンです。対戦よろしくお願いします。あ、ポリゴン Z か。これ Z テクスチャー。な、ポリゴン Z とか多分今いるポリオツとか多分 Z テクスチャーしかいないんで、向こう多分 S 上げてくると思うんですけど、トリルで切り返して、仕返してやりましょう。ノーマル Z、オッケー。こう見通し結構強いですね。あ、トリルから入ります。あ、普通殴ってきた。これ、ギルガルドいるかな？爆発したいんですけど、ここ。ギルガルドが、いたら爆発が無駄になっちゃうっていう。まあ爆発でいっか。ナッシーをフィールドに残しておく意味もないですから。うざいなこの顔、この顔うざ煽り性能高すぎない？はぜろ。ドーン、ナッシー今日これしかしてないですねこいつこれ以外に使い道ないのかな。まあ、トリル張ったんでガラガラガラ出していく。ガブリアス。あ、これはあんまり美味しくないですね。本当はね、ナッシー今日トリックレーバーって爆発しかしないんですけど、催眠型で使おうと思ったんですよ。トリル催眠型。その、ナッシーの Z トリックルームが、なんか命中率を上げる負荷効果がつくらしくて、最初 Z トリルで使おうと思ったんですけど、なんかあまりにも、なんて言えばいいんだ。マジション曲、ナッシー自体が
Z パワーを持てるほどなんか優秀な耐久を持ってないっていうか、ガブリアスとか多いし、大抵タスキ持ってなかったら上から一撃で殺されるなっていう、そういう悲しい事実を目の当たりにしてやめました。でちょっとトリルターン数えたいんですけど、あと2回か。ここギャラ出してってもいいな。ギャラ出して舞うのはあり。ガラガラ、まあ多分こう自信だと思うんで、ギャラ出して舞うか。まだトリルがあるんですけど、ここ1回舞えばトリルターン次で逆転するんで、ここは牛舞ですね。牛舞しまーす。で裏がギャラドスじゃなかったらいける。ガルドだったら勝ちでしょ。で牛舞自身じゃガルド飛ばせないんで、もう1回舞います。もう1回舞えばそのガブのスカーフも警戒しなくてよくなるから、ここはもう1枚ですね。もう1回舞います。あ、なんでここガルド下げたんだろう。何読みのガルド交代なんだこれは。はー、あれかな、噛み砕く読みでガブに接触させサメ肌稼いでうんたんみたいな、そういうこと。よし、対戦ありがとうございました。